ティルチラーパッリ包囲戦は、1743年3月から8月にかけて、ティルチラーパッリにおいて、ニザーム王国及びカルナータカ大使とマラータ王国との間で行われた戦いである。1742年10月3日、カルナータカ大使、サフダル・アリーハーンは、宮廷内の争いから、ムルタザー・アリーハーンに暗殺された。だが、 デカン地方のニザーム王国がこれに介入し、1743年3月にアルコットを占領し、その幼い息子、サーダトラーハン2世が即位した。一方、1741年初頭のティルチラーパッディ、包囲戦以来、ティルチラーパッディは、マラーター王国から派遣されたムラーリーラーを、ゴールパデーへの支配下に置かれていた。そして、ニザーム王国及び、 カルナータカ地方政権の連合軍は、マラーターの支配していたティルチラーパッリに兵が送った。各して、ニザーム王国とカルナータカ地方政権の圧倒的多数の大軍は、ティルチラーパッリを包囲するところとなった。ハティルチラーパッリに立てこもるマラーター軍は1万人、足らずであり、この大軍にかなうはずもなく、かなり不利な状況に追い込まれた。8月29日、 首相ムラーリーラー王は降伏して、ティルチラーパッディを明け渡し、連合軍は大した流血もなくこの地を奪い返した。こうして、ティルチラーパッディは、ニザーム王国の支配するところとなり、ニザーム側は本国に兵を引き上げ、ホージャーブドゥラーハーンをこの地の大官とした。1744年7月、大主サーダ・トゥラーハーン2世は殺害され、後見役であったアンワールティン・ハーンがニザーム。 によって大衆に任命され、同年には、英仏間で、第一次カーナティック戦争が勃発した。1746年12月以降、マラーター王国の最小バーラージーバージーラーオの、いとこサダーシブラーオーバーウは、南インドへと遠征し、ティルチラーパッの周辺地域を奪い返した。ニザームの息子ナーシルジャングは、奪い返そうとしたものの、逆に敗れて追い返されてしまった。 結局、この地域のマラーター勢力は後、イギリスとフランスの両国によって一掃された。ありがとうございます。